古式中戦車チリは、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の試作戦車で中戦車に分類されます。開発のきっかけとなったのは、独ソ戦で、ドイツ軍とソ連軍の間で起こった戦車戦の状況でした。古式中戦車は、純日本式の最強の戦車を目指して開発されることになったのですが、どのような経緯で開発され、どういった構造だったのでしょうか。開発の背景。古式中戦車の設計・開発の全段階の構想として、1942年9月の陸軍兵器管理本部の研究方針に、長方針 57mm 戦車砲を搭載した新中戦車オツがあります。固定式戦闘室を持つ駆逐戦車でしたが、方針の変更により長方針 75mm 戦車砲を搭載した35トン級中戦車に要求が引き上げられました。そして古式中戦車の具体的な開発に移るわけですが、1943年7月の兵器行政本部研究方針の変更から始まっています。変更は、独ソ戦でドイツ軍とソ連軍の間で起こった戦車戦の状況や両軍が投入した戦車の性能を分析検討した結果でした。陸軍の戦車開発は、従来の歩兵の直接協力と戦車戦へのある程度の対応を重視したものから、戦車戦を明確に重視した戦車開発へと移行していきます。どういった要求性能だったのか。また兵器行政本部研究方針の変更により、各種要求の数値にも大きな変更が加えられていました。中戦車に要求される総重量が、従来の20トン級から35トン級に、主砲の口径が57ミリから75ミリに、最大装甲圧が50ミリから75ミリになったのです。75ミリの由来は、独ソ戦の情報から得られた KV-10 戦車の正面装甲75ミリを参考にしたと言われています。従来、陸軍の戦車開発の研究方針は、量産適正の観点から決定されていました。しかし、日本の置かれた状況が危機的であり、また、仮想的戦車の予想以上の性能向上を受け、性能を絶対的に重視した研究方針に変更されたわけです。戦車砲の上限は、技術的能力の限界を考慮して75ミリと決定されました。火力は、先行研究によれば、1000メートルの距離で80ミリを貫通できると報告されています。装甲の限界は、機動性への影響を考慮しつつ、防御性能が期待できる75ミリとされました。活動範囲は、ガソリンエンジンを搭載することを想定し、20km で8時間の運用というものです。敵戦車の攻撃に必要な能力とは、ソ連の新型重戦車を攻撃するには、75ミリ砲では不十分であるという意見も出されています。そこで、その対策として、旋回砲塔式ではなく固定式に搭載した姿勢新砲戦車コウ・ホリが検討されました。これとは別に、105ミリ対戦車砲搭載の姿勢10センチメートル対戦車自走砲カトなどの対策が取られることになったのです。古式中戦車は、多くの試作戦車や自走砲などとともに対戦車火力戦の中核を担うことが期待されていました。本格的な開発の開始。1943年8月19日、三菱重工業の東京製作所で、古式中戦車号戦車の開発内容についての会議が開かれました。ここで、V型12気筒ガソリンエンジンの採用、エンジンの偽装、整備方法、変速機、操舵装置、干渉機構の種類など、古式中戦車号の開発の詳細について話し合われています。9月23日には、三菱東京機器製作所で、モックアップモデルを使ったディスカッションが行われ、第1案と第2案が発表されました。第1案は、1年程度で、実現可能な、現実的なものでした。全尾重量 34.8 トン、全長 6.9 メートル、全幅 3.12 メートル、全高 2.97 メートル、胴体と砲塔の前面に75ミリ、前方斜面に50ミリ、側面に35ミリ、上面に
20ミリの装甲を持つものです。兵装は75ミリ56口径戦車砲1門、37ミリ戦車砲1門、機銃3丁、車載無線機、オツ、ヘイ、または、コウ、オツが想定されていました。そして、第2案は、既存の設計の欠点を改善し、ドイツやソ連の戦車の技術を取り入れたものとされたのです。これまでの戦訓を生かして大量生産を容易にすることを目的とした斬新なものだったようです。しかし、この案による試作・完成試験に関する資料は残っていません。1944年4月25日の時点で、大阪陸軍造兵廠には、指定 7cm 半戦車砲を9月末に4両、10月に1両発注するとの連絡が入っていました。どのような構造だったのか。五式中戦車は特に実験的な試作車で、国産戦車としては新しい特徴がいくつもありました。最大走行圧75mm、対戦車戦闘用に設計された口径 75mm の長方針高初速砲、重砲兵装と砲塔を駆動する電動砲塔旋回装置などです。35トンの重量を干渉制御できる足回り、 40km 毎時間で走行する高出力液冷ガソリンエンジンも特徴的な装備でした。このような装備の開発・搭載には、従来の主力中戦車である97式チハと比較して、より高度な技術が必要だったのです。車両全体の構造としては、車両後部にエンジンルーム、車両中央に砲塔と戦闘室、車両前部に操縦室、副砲、可変速ステアリングが配置されています。副砲を車両前部に搭載した設計は、第一次世界大戦の中期から後期にかけて世界でも類を見ないものでした。足回りは600ミリ幅のトラックと片側8個の天輪を備え、走行時の衝撃を和らげるために吊る巻きバネで吊り下げられています。走行は溶接で組み立てられましたが、防弾は積極的には実施されていません。多面的な部品が少なく、直線的な一体型のフォルムも特徴的です。砲塔内に半自動装填装置付きの試験砲、超1型、車体前部左側に 37mm 砲、砲塔左側に連装97式重機関銃を装備しています。兵装を選択したのは、75mm 級戦車砲の発射速度、持続的な球弾及び装填能力への懸念があったと考えられています。五式中戦車の砲台について、安定した火力を発揮するには、主砲の大きさや威力だけでなく、安定した砲撃ができることも重要です。五式中戦車では、ジャイロスタビライザー、ベルト式弾薬箱、自動弾薬取り出し装置、100発以上の砲弾の搭載などが検討されました。実際の砲塔では、砲架に半自動装填装置を装備し、主砲の砲弾を収納するために砲塔後部が大型化されています。それまでの日本戦車に比べて巨大な砲塔でしたので、従来の手動による旋回で操作するのは困難が予想されました。砲塔の旋回は電動モーターを基本とし、砲の制御や照準を微調整するためには、手動による旋回が行われるという二段構えの方式が採用されました。砲塔内での作業を容易にするため、日本の戦車では、初めて砲塔バスケットが設置されている特徴があります。砲塔バスケットには、戦車長、砲手、装填手などが乗り込み、砲塔の回転に合わせて、内部の機器が旋回するようになっていました。このような形式が取られたおかげで、従来の国産戦車とは異なり、乗員が、砲塔の回転に合わせて移動する必要がなくなり、負担が軽減されたのです。まとめ。五式中戦車は、対戦車戦を想定して開発されることになりました。日本の危機的な状況や、仮想敵戦車の予想以上の性能向上を受け、性能を絶対的に重視した研究方針に変更されたのです。これを受け、電動砲塔旋回装置や副砲を配置しつつ、高速で頑丈な車体を備えるなど、これまでにない特徴を備えるに至りました。では、
その攻撃力や機動性はどのようなものだったのでしょうか。後半に続きます。ご視聴ありがとうございました。もし、よければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。